払い始めI'm sorry.
飽きちゃった。じゃあ私と
高台やな。神田と高台。はいはいはい。もう私の見れるのは去年で最後でございます。でやることないけど、そもそも。こうやって得意な。あ、こっちが。そうそう、これ。喋る方。そうそうそう。あ、なんか話の一つでも用意したらよかったけど。何も用意ないから。この間あの休みの時の話で。ちょっと面白い話がある。はいはいはい。あのね、私は7月の頭からずっとね、あの鳥取中陣営のあたりから氾濫ってずっと回してる。ちょっと泉市とか高い時期しばらくですけど、ほとんど7月氾濫回ってますよ。ほんでこの間ね、最初の日から地方以前のあの駅の方やな、大久保か、あそこ尾崎の中から地方以前、あそこにあの大久保ありますね、万代とかあるね、あの、はいはいはい、うん、辻野さんとかある、あのあたり、あそこの大久保休みの日にね、まあ以前の魚美味しいんだけど、こっちはこっちで美味しいからね、ちょっと浮気して買いに行く。浮気して。ほんだらね、こっちの魚屋さん面白いね。以前のこと見たことない。売り物の魚全部にな、足生えてる。足生えてある。魚に足生えてる。お前。変わったとこやな。変わったとこや。以前じゃそんな見たことない。以前はね、真っ当な魚に乗ってませんからね。ほんでね、ただ氾濫のとこ優しいね。足でね、素足と違って、ちゃんとね、商品やから。丁寧に靴下全部履かせたい。イカは10トン、タコは8トン、全部。皆さん二足歩行でちゃんと全部履かせたい。履かせたい。ただしな、多くは良くない。多くは良くないな、私思った。はいはいはい。思ったのはね、ちょっと差別はしてたな。差別か。うん。濃いだけ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 。だけが、ああ、ちょっと多くは見損なったな。もう私、以前の農家が気になるからね。売り場の店長のお姉ちゃん、捕まえてやね、はい、ちょっと、この足履いてんのはもう何も言わんけどやね、この靴下履いてない、これ、声だけ乾いてるの。おなんとかしたらいいな、これって、この食べてる。言ったらね、売り場のお姉ちゃん、あわーって、バレたーみたいな顔してて、今からまで偉い人呼んでやね、店の面倒くさい人が来てます、うるさい人が。ほんで、上の人が、ズカズカズカって私のところ現れてる、はいはいはい、お客さん。昔は言いますでしょ、はい、そうだね、立たないの。そうだ、うまいね、判断。